はい、どうも、DAIGO です。というわけでですね、本日もですね、独断と偏見と科学的根拠をもとに解説していきたいと思います。本日のワインは、モリスリとハーランド見ながらやっていきます。乾杯。最近僕がハマってる、カリフォルニアワインですね。今日のテーマなんですが、聞いてはいけないアドバイストップ5ということでやっていきたいと思います。まあ、皆さんいろんなところで頼んでもないのにいろんなアドバイスを受けると思うんですが、この中でもこれは無視した方がいいと、いうアドバイスっていうのがありまして、間違ったアドバイスを聞くとですね、どうなるかっていうと、絶対失敗するとは言えないんですよ。失敗するとは言えないんだけど、凡庸になります。世の中に溢れてるほとんどのアドバイスっていうのは、他に代わりがいる人間たちが参考にするアドバイスなんですよ。つまり、誰でもいい仕事をしたりとか、誰でもいいような人生を歩んだりとかするような、そういう自分らしいその生き方っていうのは難しいんですよ。自分で決めないといけないから。でも、ほとんどの人は自分で決めることを怖がるから、誰でもいいような、誰でも代わりになってしまうような仕事に就いたりとか、人を選んだりとか、人生だったりとか、そういうこう代わりが効く人間になるようなアドバイスばっかり参考にしちゃうんですよね。そうだから、それを防ぐためにですね、痛みはあるんですが、このアドバイスは無視しようという話を今日はしていきたいと思います。はい。まあ、結構ね、闇は深いんですが、まずはやっていきましょう。第5位です。第5位は、成功した人の私はこうやって成功しましたというアドバイスですね。はい。これ意味ないです。なんでかっていうと、まあ最近の研究でも分かってるんですけど、成功するかどうかっていうのは運による要素がかなり大きいです。ただこれ勘違いしちゃいけないのは、運だけではダメなんですよ。さらに、じゃあ、運が悪い自分はダメなのかって言ったらそうじゃなくて、運が悪いんだったら、他人よりも倍運が悪いんだったら、倍チャレンジすればいいわけなんですよ。だから運を超える唯一の方法っていうのはチャレンジだけであって、そこは勘違いしちゃいけないんですが、ただ、なんかで成功した人が、大体成功した時にですね、言うことって、いや、あの時にこれに手をつけたからよかったんだよね、とか、いや、自分は毎朝会社にね、誰よりも早く来て、朝掃除をしていたからよかったんじゃないか、とか、自分のその成功をたくさんチャレンジして、運が良かっただけなんだよ、あとはっていうふうに言える人ってほとんどいないんですね。ほとんどが自分がやったらこれが良かったんじゃないか、あれが良かったんじゃないかっていうふうに、勘違いした内容を悪気なく言っちゃうんですよ。だから、そういう人が言っている、成功した人が言っている、これで成功しましたって話を聞いても、参考にならないんです、実は。あんまり。運による要素が大きいので。なんで、聞くんだったら失敗談聞いた方がいいと思います。はい。それだけ成功されてって中で、どんな失敗をしてきたんですかとか、一番、あの時に戻ってやり直したいと思う失敗って何でしたかって聞くと、それは結構自分にも当てはまることがあるんですよ。だから、成功した人から聞くんだったら失敗談を聞く方がはるかにいいです。僕もいつも必ず聞くようにしてますね。失敗談の方が、多くの成功者のですね、意見を聞くとですね、まあ、自分のその失敗しなくてよくなるので、結構おすすめです。というわけで、第5位が成功した人のこれで成功した、アドバイスです。はい。やっていきましょう。第4位です。はい。第4位が、年上の今までこうやってきたというアドバイスですね。はい。もうこれも意味ないですね。はっきり言ってね。正直言うと、まあ、若い皆さんは、あるいはもし皆さんが若くなかったとしても、未来のことを考えるんだったら、今までどうしてきたかよりも、これからどうするかを考える方がはるかに重要です。だから、年上とか上司とか、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、そういう、お年寄りの方たちがですね、今までこうやってきたんやと、だからお前のやり方間違ってるって言われた時には、今までよりこれからの方が重要じゃないですかって。だって、今までどういうことをしてきたかって、その過去にはもう戻れないわけだから、僕らにあるのは今この瞬間の未来だけですよって話なんですよ。はい。で、こういう人の態度をじゃあ変えるにはどうすればいいかって、ちょっと余談なんですが、これ簡単です。彼らはね、やっぱりね、自分の過去を肯定してほしいから、昔話を聞いてほしいんですよ。だからそういう場合はですね、相手が若い時に何がどう変わったかを聞くっていうのが大事です。例えば、じゃあ、今までもずっとこの業界はファックスやり取りしてきたんだっていう人たちに対して、若い頃って、でもファックスがなかった頃とかあったじゃないですかって、そういう時ってどういう風にやってたんですかって聞いたら、いや、ファックスがない頃は本当に大変で全部手で書いて持ってったりとか、ね、はがきとか書面とかに出したんで、あれ本当に手間がかかってさ、それからファックスができてすごく便利になったんだよねっていう風に、相手も若い時に何か変わってたよなってことを思い出させるんですよ。で、これで、で最近はその、じゃあファックスから、じゃあ例えばメールとか、LINE とか他のものに変わったわけじゃないですか。そうなると、あ、やっぱ自分もあの時に変わって便利になったんだから、若い人たちもやっぱり変わって便利にさせてあげないとかわいそうだよねっていうふうに、昔自分たちがやられて嫌だったことを思い出せるんですよ。なんで、今までこうやってきたってアドバイスは、まあありがたくスルーしていただいて、じゃあその前ってどういうふうになったんですか、若い頃どういうふうに変わったんですかってことを聞いてあげると態度も変わるのでおすすめです。はい。というわけで、年上の今までこうやってきたアドバイス、意味ないよというもんでした。では続いていきましょう。第3位です。はい。第3位は、変わる勇気がない人の常識的にはっていうアドバイスですね。はい。あ、これも無視していいですね。結局ね、自分を変える勇気がある人が常識的にはって言うんだったらまだわかるんですよ。
ところが基本的にはですね、変わる勇気がある人は常識を盾にしません。ほとんどの人間がですね、常識的にはとか普通はって言葉をですね、発した瞬間にですね、これは普通や常識っていうこの世に存在しないものを言い訳にしているに過ぎないわけなんですね。逆に聞いてみてください。じゃあ常識的な人って誰ですか？世の中にいる人で、この人は品行方正で常識的で素晴らしいよねって言われてる人って誰ですか？教えてくださいと。多分誰も出てこないと思いますよ。思いつきます皆さん。じゃあ品行方正で常識的な人って有名な人で誰かいます？この人は品行方正で有名だよね、この人は常識的ってことで有名だよねって言います？いないですよね。そう、つまりそういうことなんですよ。常識とか品行方正ってないんですね。ほとんどの人間が常識的にやっている時には、私は常識を守ってる、であいつは常識を守ってない、だから私の方が上っていうふうに言いたいわけなんですよ。何もしていないってことをですね、盾にするためのですね、言い訳に過ぎないので、常識もね、やっぱり時代によって変わってきますから、今の常識に沿って生きたところでいつかその常識に裏切られるんですよ。常識って変わってくから。だから変える勇気がない人の常識的にやというお話は聞く価値がございません。はい、もちろん科学的にこうとかそういうものあると思うんで、まあ、そういったあの自然の法則にのっとってるもの という意味ではですね、常識っていうのはあると思うんですよ。まあ、常識って言わないんだけど、それは普遍的って言うんですけど、だから普遍的な話は聞いてもいいんだけど、常識的な話っていうのは聞く価値がないので、ぜひですね、無視しましょう。第3位でした。続いていきましょう。第2位です。はい、第2位は挑戦していない人の現実を見ろというアドバイスですね。はい、お前が見るよって話なんですけども、はい、結局どういうことかっていうと、人生って挑戦しないとダメなんですよ。なんでかっていうと、全てのものは変わっていくし、自分の例えば生き方と世の中の生き方がバッティングすることってよくあるんですよ。だからやっぱ人間ってどっかで挑戦しないと自由も勝ち取れないし、どっかで挑戦しないとどうなるかっていうと、世の中に合わせていけなくちゃいけなくなっちゃうんですよ。でこれって辛いってもう皆さん知ってますよね。自分の人生ではなくて世の中に流されたり人に支持されたりとかする人生って辛いって分かってるじゃないですか。みんな自由になりたいんですよ。なんだけれども、現実逃避したから挑戦しなかったんです、彼らは。で現実逃避して挑戦しなかった自分たちは違うんだと。挑戦しなかったんじゃなくて、俺たちは現実を見たんだと。うん、であいつら現実を見てないから俺たちが上なんだって言いたいだけなんですよ。アドバイスじゃないですよ。単なるマウンティングなんですよ、現実を見ろという言葉は。なんで、あの現実逃避したから彼らは挑戦しなかったのだというふうに生あったかい視線を送っていただいてね、ふふみたいな、あーにゃちゃんみたいな、ヒヒヒヒみたいな笑い方をしていただいて、スルーするのがよろしいかと思います。はい、というわけで第2位でした。では最後、第1位ですね。そろそろいろんなところに敵を作りそうですが、第1位、もうこれはもう完全にもう皆さん、ああ分かるって方いらっしゃると思うんですけど、親とかに言われたりとか、皆さんが転職したりとか、独立しようと思った時に必ず言われることです。はい、第1位は成功していない人のやめておけアドバイスです。はい、辛いですねこれはね。成功していない人のやめておけ、あるいは何かをやったことがない人のですね、やめておけってアドバイスって世の中に横行してるんですよ。なんでかっていうと、何かにチャレンジしたことある人とか成功した人ってアドバイスするときに、やめておいた方がいいよってアドバイスあんましないんですよ。やってみたらって言うんですよ。そう、どういうふうにやるかっていうのを考えさせてくれるような、とりあえずやってみて失敗しても別に乗り越えられるし、特に若い子だったら失敗しても取り返しがいくらでもつくわけですよ。僕なんか別に若くなくなっても取り返しがつかないような失敗とかしてますけど、取り返しついてますから、はい、大丈夫なんですよ。ところがね、成功していない人は何にもしなかった自分をやっぱり正当化したいんで、すぐやめておけっていうふうに言うんですよ。はい、ではっきり言います。やっていない人間は何をやめるべきかもわからないはずです。だってやってみて失敗して、うわこれダメだった、うわこれはうまくいかなかったな、同じ失敗をしてほしくないなってなって、それで若い人に、いやこれやめといた方がいいよっていう、なんでかというと、いや俺もやったんだけどさ、こう失敗してさとか、こういうことがあって結構リスクあるから、このビジネスで多分10億ぐらいお金ないとできないからとか、そういうアドバイスだったら、あなるほどね、気をつけないとって思うんですよ。ところが何もやっていないのにやめておけっていう人たちいるじゃないですかね。これはね、何もわからない人間のやめておけアドバイスなんですよ。うん、もう一回覚えてくださいね。やっていない人間は何をやるべきか、何をやめるべきかもわからないはずです。はい、なのでぜひですね、成功していない人間、何かを成していない人間のやめておけというアドバイスは基本無視することをお勧めいたします。第1位でした。はい、ということでですね、まあ、結構辛口でいろいろご紹介したんですけれども、結構こういう成功の法則って基本的には残酷です。大抵の成功の法則はみんなが怖がってできないぐらい残酷なものか、あるいは難しいものであることが多いです。はい、あとはさっき言ったように失敗談を聞くみたいな意外なものとか。で、こういったですね、どういうアドバイスとか、どういうものが成功しやすいかってことを調べた研究って結構いっぱいあるんですよ。で、ただこれ全部やるのがすごく難しいからほとんどの人が成功しないんですが、なのでまずは皆さんですね、こういった世の中に溢れているですね、よくあるアドバイスっていうのを無視して、
よくあんまり見かけないんだけど、いいアドバイスっていうのを探した方が基本的には成功しやすくなりますと、はい、いうことでですね、まあ、じゃあそういったアドバイスどこでゲットできるかっていうと、僕がやってる D ラボの方で結構細かく解説しています。世界中の研究だったりとか文献とかから、じゃあ絶対やっちゃいけないやばいですね失敗談を集めましたみたいな研究とか、成功する人たちが持っている性格的な共通点とか、ね、お金を持ってる人たちのですね習慣って何なのとか、そういったですね結構いろんな話をですね D ラボでは解説しています。一応 D ラボはね、見る本みたいなのをテーマにやっておりまして、動画で僕はいろいろ解説してるんですけど、まあその、なかなか皆さん忙しくて本を読む時間とかもないと思うんですけど、まあ、僕はもう本、まあ、見ての通り本を読むだけの人間なんで、論文とか本を読んでそれをこうギュッとまとめて、まあ、1回の放送で本1冊分から学べるぐらいの内容をボンってこう、ね、解説するみたいなのがやってますんで、ぜひですね、概要欄コメント欄の方から D ラボをチェックしてみてください。まあ、本1冊分ぐらいの、1冊もいかないぐらいの金額で登録できますので、サブスクなんですが、おすすめです。ぜひですね、人生変えたい方は概要欄コメント欄の方から D ラボでお待ちしています。おお、びっくりした。はい、それでは、続き概要欄コメント欄の方で D ラボ登録してみてください。それでは D ラボでお待ちしてます。